テレトビズ電子情報技術産業協会が25日に発表した2022年の薄型テレビの国内出荷台数は前の年と比べて 9.7% 減の486万6000台でした。前年実績を下回るのは2年連続となります。年末商戦で出荷が増える12月に前の年と比べて 17.1% 減と大きく落ち込んだことが響きました。物価高による消費者心理の冷え込みが影響したとみられます。